ハンマー家の本家のハンマー岩先生です。ですね、YouTube やマスコミテレビでね、話すときに誰も聞いてないのにね、話したってダメなんですよね。私は本物貴族でね、人間たちはもう汚いしね、友人も友達もいないわけですね。いたら困るわけですね、人間たちは汚いから。私は本物貴族だからね。でね、人間には当然友達を作ることはできないわけですね、汚いから全員ね。だからそれでね、また友人とか貴族とかが綺麗だからね、友人とかはたくさんいるわけですよ。それは宇宙生物にの綺麗な生物、良い生物のつながりがあるわけですね。私は人間たちよりかね、本物の貴族ですからね。だから人間たちにないけれども、宇宙生物というのは人間どころじゃないんですよ。人間の100億人どころじゃないわけですね。あとね、地球では植物とかね、動物とかやたまに仲間になりますね。やっぱり自然愛してますからね、貴族は。綺麗なものを、綺麗な自然を愛してますから、話も多少は人間よりかは多くできますね。ね、そういうふうにして、私が話すのはほとんど宇宙生物に話すんだけども、ちゃんと話につながってるんですよ。それでね、私にそういうのはいないで、YouTube やテレビに話したって、誰も人間たちもいない。ね。宇宙生物もいなかったらダメなんですよ。ちゃんと話し相手がつながってなければ、多くね、無数にね、ということなんですね。私はつながってんですよね。で、私の真似するっつったって、私のいい友人の宇宙生物でしょ。まあ人間の場合、トナボさんは友人みたいだって言うけども、形だけで実際は違いますよ。人間だから汚いですからね、みんなね。でね、だから私の真似するって言ったって、ちゃんとそれに、じゃあ人が仲間がいるところに私の仲間と話したいんだったら ね、それは私が許さないとダメだしね、強引に勝手にその私の仲間と話したってしょうがないでしょ。相手話さないです、全然。もうろうとしますわね。私の許可いるし、一緒にあれだったらその仲間がいる、話ができる仲間とつかないといけないわけですね。私は許可しなければダメなわけですけども、勝手によく人間たち使うんですよ。だからマスコミのね、ふてぶれしく全然意味ないですわな。重たく苦しいだけでしょ。一生懸命話してるんだろうけど、 YouTuber ね、売れてる人と人間たちからアクセス多いみたいだけども、誰も仲間いないわけでしょ。それで話したってしょうがないです。で、人間たち全員の仲間っていうのはそんな少ないからね。全員だって、私の本物貴族仲間多いから、人間どころじゃなくて人間の100億倍以上いますからね。仲間いるから、ね、宇宙にね、広く話しできますよ。ね、人間たちは人間たちが集まったって少ないからね。アクセスは来てて、人間たち全員聞いててもね、アクセス全然少ないですよ。感覚は全然ダメですよ。それで私の真似して宇宙生物を集めてと人間を集めて話してアクセス稼ごうって言ったって、全然宇宙生物が話聞いてないじゃないですか。私聞かないですよ、全然。私の友人ですから。悪い生物だけはなんか集めてくるみたいですね、多くね。それはできるみたいですけども、いい生物全然人間汚すぎていないですからね。ね、そういうことをよく知ってください。普通でもそうですよ。人間たちでだけ でも多くいなければ、やっぱり多いとこね、話聞いてくれるとこにで話してできるもんですよ。だからそういうとこの部署に就いたりとかね、そういう仲間がいたらそこでお願いするわけですね。ただそこをお願いしちゃったら、そこのお願いしたその友人が多いんだから、その人が主観があるから、その人のね、言うことはよく聞かないといけないわけです。ね、私の方の真似で宇宙生物でよく話してる人に YouTuber が話したって、ね、宇宙生物全然聞いてないじゃないですか。同じ真似したって全然ダメですよ。
勝手に話したってしょうがないでしょ、人間たち。それと人間たちは多いみたいだけどね。私の場合宇宙生物だけでも めちゃめちゃ多いですから、仲間は本物の貴族ですからね、ということですね。あと言っとくんだけど、誰も聞いてないとか言ってて、とんでもないですよ。人間どころか、人間の100億倍以上ですよ。もうそんなに聞いてますか。人間は汚いんで私はかからないですね。ほとんど人間の問題のことで宇宙に話してるわけですからね。で、多少お年玉じゃないけど、問題が多いのはちょっと置いとかないと人間たちに封鎖されますからね。少し情報は出してますけどね、多少はね、聞いた人のためにね、ということですね。あと先生の指導とか、私やってるパテントとか投資方法とか盗まれないようにという、仕事の妨害にならないようにって、また学びたい人だったらね、というようなことでね、話してる。で、まあ現在はほとんど宇宙生物と保安上のことで、話してることが多いですね。だから人間には一切話してないことがほとんどですね。まあそんなことでね、デルマーケットのダウンロード販売のとこもね、これ私の展示で月16万も入ったりしてたんで、人間たちの妨害でね、ウイルス入れられたんですね。今3ヶ月か4ヶ月かね、停止になってますけど、今修理、ウイルスは外してるみたいですね。で、サーバーがやられたらしいんですね。これは私の方の攻撃です。そんなことでね、よく起きます。他の人は関係ないけどね、そういうのはしょっちゅう来ますね。YouTuber のアクセスしないというのも160億円ぐらい使って妨害してアクセスしないんです、僕のだけね。たくさん録画撮ってるでしょ。で、今 YouTuber で売れてる人よりか僕先輩だからね、大体2億円ぐらい稼いでる人。